本へのパス、サイドから山本上がってラストパス、いやクロスバー、最後は林の背中に当たりました。追加点アントラーズ、再び2点差、今度は土井翔真。素晴らしいですね、まあ、少し言おうかなと思ってたんですけど、あの失点した直後、鹿島が非常にやっぱりプレッシャーまた早くなったんですよね、広島に対して。